最悪、おかしい気分だ。今ドータラップの、学校行ってるでしょ。そこを卒業したらどうするの？最悪でドールでランキーパンやもとくてレカチェドーラちゃん。最終的にはお父さんのようになりたいんだ。はい、お父さん。どういうとこを尊敬してるの？カルブクリアブラシン Yang yak det love la kai kroke li love ga ja ke love。 ドルポに入って3ヶ月、そしてキャラバンに17日間。関野は南君谷の人たちと共に暮らした。もう10年前からインドの塩が出てきた頃から、もうこのチベットから塩を持ってきてここでトウモロコシを加える、そういう交易っていうのをなくなるんじゃないかって言われてるけども、結構変わらずに続けてきたよね。でそれもやっぱり将来細々となるかもしれないけども続くんじゃないかっていう印象は受けた。5000メートルの峠が3つだっけ、だからダイナミックな動きをしなきゃ生きていけない。まあチベット人自身がよく旅する文明人っていう表現を使うけども、でそういう旅に慣れたで高い文明を持った人たち、でそういう人たちだからこそできたんだろうと思う。一番印象的なのはペーマンジェン。彼は学校も好きだけども、なんか学校でも成長してるんだろうけども、旅によってなんか成長していく。学校よりもこういう旅をすることによっての方が成長が大きいというかね、目に見える成長が見えるんじゃないかと思う。長い間お世話になりました。楽しい時間を過ごせました。トジチピラムナムガルダンチェヤルパーコランウンジュシパーコランニャラムナラムティダデコイラナムガルダンタンボダヤンチェヤンダピラムシジョルギュズマラムデコイラペマンジャン。グッバイ。皆さんもバイバイ。バイバイ。バイバイ。バイ。じゃ。こんばんは。あの感じもちろん。ちちち。この村を拠点にしてラプケイさん一家はこのあと自分たちの塩を少しでも高く買ってくれる村を探し回ることになる。しかしそのキャラバンに同行する時間は今の関野にはなかった。バイバイ。バイバイ。バイバイ。なんかいい子たちでしたね。すごいいい子だね。面白かった。でも結構将来きついから。将来きついね。また来てみたいね。まだそういう人が増えちゃう。行きたいところがどんどん増えてくる。塩の交易は年々難しくなるだろう。しかし別れ際ラプケイさんは塩がダメなら他を探しますと言った。ヒマラヤを股にかけて生き抜いてきた者たちのたくましさに